ビルヘルム・フォン・テゲトフは、オーストリア帝国の海軍軍人。イタリア海軍を相手にした1866年の、リッサ海戦での勝利で知られる。オーストリア帝国のマールブルクアンデア・ドラウで生まれる。父は、陸軍中佐、母は、ウィン市長、ザイラー男爵の親戚という名門だった。両親は民間への道を希望したが、テゲトフは、 海軍軍人を目指し、父もそれを許さざるを得なかった。1840年からベネツィアの海事学校に通い、海軍主官候補生となる。初めての海上任務は卒業と同年の1845年7月のことだった。折シも1848年の革命の時代であり、彼の昇進は平時よりも早かった。この年主官に任官して、 ベネツヤ海上封鎖作戦に参加。ついで地中海の北アフリカ沿岸やレバントへの遠征に従軍し、さらにはメキシコ皇帝マクシミリアンをブラジルに連れて行く任務で中南米への遠距離航海を経験した。1854年、スクーナーエリーザベト艦長に任命される。この時代は小船から蒸気船への過渡期だった。翌年外輪蒸気船。 タウルス艦長に任命され、ドナウデルタでの任務に就いた。艦長として、船乗りとしてのみでなく外交官あるいは事務官としての才も発揮した。そのため早くも1861年には大佐に昇進、オーストリア海軍のレバント艦隊司令に任命された。立佐海戦で指揮を取るテゲトフの図立佐海戦の戦勝により、 テゲトフ更新曲が作曲された1864年の第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争の際は5月9日のヘルゴラント海戦でデンマーク海軍相手に戦った。この選考により37歳で少々に昇進し時代に合わせたオーストリア艦隊の根本的改革を任されることになった。1866年の広オ戦争に伴う 第3次イタリア独立戦争では、海軍の新時代を身をもって示すことになる。同年7月20日の立差回線で、数的に勝るイタリア艦隊を相手に、昇格戦法を使用して、大勝利を収めたが、同時に、新たな装甲艦の優越性を示すことにもなった。オーストリアは、戦争に敗れたが、彼はこの功により、マリアテレジア勲章を受賞し、中将に昇進した。 同年、新しい海軍研究のためイギリス、フランス、アメリカ合衆国に赴く。1868年には、軍事省海軍部長に就任。参謀本部の抵抗も、ものともせず、短期間のうちに海軍の組織改革を成し遂げた。その遺産は1918年のオーストリア帝国消滅まで維持されることになる。アメリカ滞在中の1867年に、 かつての上司のメキシコ皇帝マクシミリアンが共和国軍によって処刑されるとノバラゴを派遣して遺体を引き取りオーストリアに戻す任務についている。これに関して私が一足飛びに登り詰めた行位交換の地位、あるいは胸を飾る数々の勲章。これらは私が私の生涯をかけた仕事の報酬として、そうです。私の心を広げ、 私の魂を踊らせる報酬としてみなしておりません。私にとって真の報酬とは皇帝陛下がかつてその気高い思いやりで私に加盟されたあの任務のことです。陛下の惜しい弟気味のカバネを祖国に護送するという任務のことですと述べている。1871年にトリエステで肺炎のため43歳で休止した。墓はグラアーツにある。 ポーラ軍港のテゲトフ像テゲトフの死後、リッサ海戦の戦勝を検証して、首都ウィーンの新市街、レオポルトシュタットにあるプラウター通りに高さ8メートルの彼の銅像が建設された。1877年にポーラ軍港に建設された検証費には、ヘルゴランドで優先し、リッサで輝ける勝利を収め死者、己とオーストリア海軍に不滅の栄誉をもたらすと記された。 この検証碑は、同軍港が第一次世界大戦後にイタリア領になったため、1935年に墓所のあるグラーツに移された。北極海でフランツヨーゼフ島を発見したオーストリア海軍で唯一の極地探検船はテゲトフ提督と名付けられた。同島で最初に発見された岬もテゲトフ岬と命名されている。P81L8 から11。 ありがとうございます。